最後まで世話します。寿命来るまで牛たちに餌を与えてね、福島原発事故の生きた証拠としてみんなに見てもらおうと。役場、浪町役場に持ってきます。で5回ぐらい調べてもらったんですけど、セシウムしか調べてもらえないんですよ。セシウムで、この漁協の検査もセシウムだけなんですよ。で問題になっている放射性物質は60種類が、セシウムだけでは安心できないんですよ。福島県の漁業者の理解なしにいかなる処分もしませんよという文書で約束を残してるんですよ。それを守ろうとしてないんですよ。それはもう絶対ね、とんでもない約束違反というか、約束破りというかね。